ぬくもとめ島村さやかです。iPhone を持っている人のイメージは社会人で持っている人をよく見かけるので、大人のイメージが強いですね。iPhone のいいイメージはパソコンに劣らない便利な機能が多くついていると思います。悪いイメージは、タッチパネルなのでメールの打ち間違いが多かったりとか、あと絵文字が他社よりちょっと可愛くないかなとは思います。iPhone を持っていない理由は、今違うソフトバンクの機種を持っているので、まあ、必要ないかなと思います。でも iPhone に赤外線がついていれば、物体解体といいます。メアドを交換したりだとか、画像を交換するときに必要なので、ぜひついていたら買いたいと思います。iPhone カフェは知らなかったんですけど、すごく落ち着く雰囲気でいい感じのカフェだと思います。以上です。ありがとうございました。